何やらですね、五所川原からの津軽鉄道線にこの奥津軽トレインアテンダントという方々がいらっしゃるという情報をゲットしたので、早速会いに行ってみたいと思います。では行ってきます。津軽鉄道です。車内に本があります。ご利用くださいまして誠にありがとうございます。この列車は日本面の津軽長崎行きでございます。自己紹介ですか。私は津軽鉄道で奥津軽トレインアテンダントと言いまして、列車の場でガイドさんみたいな仕事している笠井と申します。下町並みにレイリーです。あら、いい名前。かっこいい名前。名前だけはかっこいいんですよ。また名前つけてもらったんですけど、うちのお父さんが頑張りましてこういう名前つけてもらいました。ちょっと金城の方に行こうと思ってるんですけど、なんか私のおすすめですか。はい、ぜひ。いいんですか。はい、カメラ版前にして喋ってもいいんですか。もちろんです。私の一番のおすすめはですね、まあもちろん車用カバーぜひ行ったことないんであれば行ってほしいんですけども、はい、もう津島家新座敷って、すみません、指怪我してまったんです、先生。この目さっき引っ掛けてまったんですけど、ここ津島家新座敷って太宰治がですね、作品会の方の家なんですよ。で、そういう太宰がその作品会だときのエピソードとかで、ここでお母様も亡くなられてるんですけど、お部屋とかあるんですけど、それがすごい面白いんで、もしお時間あるんであれば、ここの何が面白いって、このご主人の話が何ぞ面白いんですよ。何ぞ面白いんですよ。ここに離れができまして、お兄さんが結婚するっていうんで、あと息子の死にと。今、これがここにあるわけですね。ここは白筆は人と喋れないんで、先にやらせてもらうよって。文学大にやら世間話やね。まあ、例えば、まあ、車両館だとか、まあ、三味線の発祥の地なので三味線会館とか、その他でもこの雲昌寺っていうのも太宰が小さい時に小森の武さんと一緒に、はいはい、地獄絵図ば見てほとんど教育したっていう、まあ、してもらった寺なんですけど、まあ、その時見だった当時の恐ろしい地獄絵図がですね、未だにかけられてある。時間あれば、ここさも、ここ入場無料なんで。